今日も見てくれてありがとう。ついに今週から本格的な FL スタジオの授業がスタート。最初に覚えるのはステップシーケンサー。いろんな用語が飛び出してきて、もう私には何が何だか。企画第2週の様子をご覧ください。ステップシーケンサーを使えるようになろうという日でございます。ボタンを置いていくだけでドラムを鳴らしてくれるっていうシステムがあるんですね。あのラックみたいになってるやつあると思うんですよ。3つぐらい重なってる3段積みマークみたいなやつ、それを押してみてください。はい、出ました。これがステップシーケンサーでございます。これ全体で4拍子1小節になります。1拍目、2拍目、3拍目、4拍目。これがですね、あの指揮者でいう1、2、3、4、2、2、3、4のやつですね。つまり1が4分割されています。1、2、3、4、4、4ってなるよね。言いにくいな。さあ、それではやっていきましょう。まず2拍目と4拍目の頭に、手拍子の位置、クラップとスネアをつけてもらいます。はい、2拍目の頭、赤の1個目ですね。そうですね、4拍目の頭に、はい、入れれましたね。次です、ハイハットを8つ点灯させてみましょう。ハットってやつ。そう、1、2を飛ばして3、1個飛ばしでつけていく、そういうことっすね。つきましたね。聞いてください。再生しましょう。できました。はい、できてるね。次です、小節のドア玉にキックを入れてみましょう。ボタン1個目だけキックつけてみてください。つきました。では再生してみてください。ボタン1個、キックの頂点、キック、そう、1個飛ばして隣、はい、そこをつけて再生してみてください。決して隣にずらしてみてもらってもいいですか。右隣です、うん、それで聞いてみてください。わかります。赤から白に切り替わった白1個目、はい、これ1、2、3、4拍目の頭なんですけど、全部これでちょっと再生してみてください。はい、ありがとうございます。これいわゆる四つ打ちというリズムで、拍の頭に全部キックが来るんですけど、これが該当するジャンルがハウス、EDM、クラブミュージック。ハイハット8個ついてるじゃないですか、はい、うん、これを4つに減らしたいんですけど、1個目消してみてもらっていいですか。ついてる1個目消します。3個目も消します。違う、赤1個目と、そうで、次残してその次消します。そう、今キックが来ている位置を全部消していくってことなんですけど、キックの裏にハイハットがリズムで来るんで、ちょっとだけあのドラムが跳ねてる印象を受けるんですよ。流してみてください。わかります。次はハイハットを16個全部つけてみましょう。横に引っ張れば全部つきます。これが16ビートと呼ばれるやつなんですけど、ちょっと聞いてみてください。ドラムってだいたいこんな感じっていうのがつかめれば OK です。1、2、3、4って位置わかります？色変わってんすけど全然わかんない。黒黒黒黒、赤赤赤赤、黒黒黒黒、赤赤赤赤って並んでるんですよ。それは全部並んでますね、これ。そうそうそう、で色分けしてある理由っていうのが、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目を位置をわかりやすくしてるんですよ。図のようにですね、矢印を、つまりカーソルをですね、そこに持っていってですね、はい、もう1小節増やしてください。2、3、めっちゃ分かりやすい、うん、4小節、4拍、これで1小節です。さあ、同じものをもう一回打ちます。いい感じです。聞いてみましょう。はい、合ってます。さあ、そしたら、3小節目も作ります。最終的には4小節目まで作るんですけど、順調っすね。じゃあ一回聴いてみましょう、4小節。はい、はい、 OK です。よくできました。もうこれだけであなたはもうドラムを作れているということが分かりますね。
そこっすね。できましたね。じゃあ聞いてみましょう。はい、できました。わかります？ここが最後ですよっていうのを伝えるために、最後の最後だけドラムのパターンがちょっと増えるっていうね。消してもらったステップシーケンサー、パターンが作ったやつどこにいるかと言いますと、テキストの黄色の丸のところです。タイムラインの急所説明を貼ってください。そしたらですね、コピーするのはですね、シフトクリックでコピーできるんですよ。シフト押しながらクリックして、横に引っ張っていくと、できました。はい、そうです、そうです。今パッとパターンの再生になってるんで、ソング再生に切り替えてもらってもいいですか。そこです。で再生します。今鳴ってるんですが、1小節目から8小節目までは何もパターンがいません。1から8小節目にイントロを作りたいですということでですね、パターンを増やす方法があるんですけれども、プラスボタンでパターンを追加しますというところがあるんで、そこを押してみてください。そうすると名前をつけてくださいと出ます。なのでイントロとでも入れてください。3段積みマークを押すとパターンが出てきます。まあ、今これが選択されてるから、これのやつを作ろう。そう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 、はい、そうすると、すっからかんのパターンが出てくると思うんですけども、おかしくなる。今どこ見てるのか分かんなくなる。ずっと目開けてるとなんかドライアイになる。だんだん慣れますよ。なんかこれみたいに、うん、その線が書いてあれば、線が書いてあれば発見しやすい。そうね、なんか小説ごとに線書いておいてほしいよね。それはちょっと思ったね。さて、先ほどのパターンではなく2個目のパターンを1小節目頭に貼ります。これをそこです。それを1小節目に、そう、さあ、そしてコピーしてください。シフトクリックで、はい、正解です。そしたら再生モードをソングモードに切り替えてください。再生してみましょう。はい、よくできました。以上がステップシーケンサーの使い方ですが、何か質問ありますか？質問はないです。質問ない。はい、大体分かった。いや、もう全然分かんないけど、もうなんかもう適当に打って何回もやって覚えるしかないなって思ったんで質問はないです。なるほどね。質問はないけど、わからないことばっかり。使い方だけはなんとなく分かったけど、これからどうなることやら。 FL スタジオに詳しい人、これから始めるよって人、ぜひ私と SNS でつながってください。普段このチャンネルでは私のいろんな様子をアップしています。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。来週はピアノも弾けないのにピアノロールに挑戦します。お楽しみに。